崩壊は人が文明を持つようになってからずっとそれに伴い存在していた。成功を背負う戦士たちのおかげで人は初めて希望を抱くことができた。伝承によれば、神話時代から神州の民たちが皇帝として奉った英雄紀賢炎、黄金の剣を担い一人で崩壊の侵食に立ち向かった彼女は、戦の末自分の命と引き換えに魔人紫勇を旧友の中に封印した。その後、聖魂と剣炎剣は行方不明のまま伝説となった。わあ、ここ綺麗。キアナ、何してる？よそ見するな。少佐、洞窟の中から強烈な崩壊エネルギー反応を検出しました。位置、形状、すべてデータと一致します。ここが旧友である可能性は 34.2% です。よし、入ろう。わあ、入り口からは分からなかったけど中は結構広いね。洞窟内の崩壊エネルギー濃度がすごく高い。ここが旧友のようね。はい、よかったですね、姫子少佐。姫子少佐ってなんか今回の任務ものすごいやる気ね。いつも定時で帰宅してすぐに酔いつぶれてるのに、この任務に携わってから毎晩遅くまで資料調べてるよね。キアナ、あなたね。あなたたちはまだ任務の最中よね。喧嘩するなら家に帰ってからにしなさい。今日は見逃してあげるわ。では、今回の任務を確認するわね。今回の任務は、あの洞窟の探索よ。あの洞窟が伝説の旧友の洞窟かどうかを見極めるのが今回の任務。もしあの洞窟が伝説の旧友だった場合、言い伝えにある剣炎剣と聖魂を手に入れてくるのよ。了解。今回はあなたたちのために顧問を用意したよ。顧問？姫子少佐、お久しぶりです。今回の任務はぜひ私にサポートさせてください。不可か、そういうことか。あれ、これはこれは嫌われ者の委員長様じゃない。クカは神州生まれなので、紀賢炎の伝説や神州の文化に詳しいのよ。もし困難に出くわしたら彼女に聞いてね。では健闘を祈る。雷電のゴス、早く、すぐに片付け。ブローニャ、ザ・ブローニャはみんなと一緒に戦うのが嫌いではありません。行く。承知した。ロックオン。シールド。エリスベス。
しい？任務完了。今から私たちの問題を解決しよう。作戦開始。そういえばメイ先輩ってこの委員長様のことをどう思う？委員長様？フカさんのこと？そう、あいつよ。フカさんは同期で一番優秀で、若くしてバルキリーテストに合格してるの。しかもすでに A 級バルキリーになってる。私たちは見習うべきよ。でも不可のやつ、毎回うるさくて説教してくるんだもん。私が覚えてる限りだと全部キアナちゃんのせいじゃない？確かハイペリオンのメインコンピューターでスビームのゲームをダウンロードした時とか、教室で火鍋してた時とかでしょ。ん？もういいわよ、全部私のせいでいいの。なんだ。いい景色。任務が終わったら。作戦開始。ねえねえブローニャちゃん、今回の姫子ちょっと熱心すぎない？キアナは本当にバカですね。ん？何をいきなり。このことに気づいてないのはおそらくキアナだけです。この報告を見てください。今年度身体検査報告書
村田姫子。これは姫子少佐の身体検査報告書です。彼女の体は崩壊エネルギーの適応性が非常に低いです。それでも人工精魂を体内に移植しました。その結果、精魂が彼女の体をずっと蝕んでいます。このままだと残された時間は。なるほどね。だからテレサさんはずっと、人工精魂はモルハの剣、ヴァルキリーにとってそれは武器であり毒薬でもあるって言ってるのか。でもそれじゃあ私たちで何かできることってないの？新しいオリジナルの精魂を探し出し、天命組織の人工精魂の研究を進めるのが一番の方法です。そうとなれば私に任せなさい。任務の重要性が分かってきた途端、私の中のカスラナ家の血がたぎってきた。私を探してる？焦ることはない。すぐに再会できるよ。開始。あれ？なんでこんな場所にネゲントロピーの戦術機構が？もしかしてネゲントロピーも権限権と精魂を探しているの？面白いじゃない。ネゲントロピーは想定外ですね。姫子少佐、安全のためにここは一旦撤退した方が。そうね、悔しいけど一度撤退して体制を整えるしかないわね。ダメだよ姫子、撤退はダメ。このチャンスを逃したらおばさんの病気。病気？オリジナルの精魂だよ。ネゲントロピーに先を越されたら世界が破滅しちゃうよ。そうね、私が甘かったわ。では今から任務を遂行する。でもくれぐれも気をつけるのよ。
雑魚のくせに生意気ね。はー、おりゃー、はー、まずい、カモン、はー、はー、はー、おりゃー、目障りよ。開始。この巨大な石は門？ふか、どう思う？どうやら人が作った門みたいですね。古代神州の神獣龍が刻まれています。どうやら今回は当たりのようね。ちょっと下がってなさい。こんなもの私の剣で。ちょっと待ってください、姫子少佐。焦らないで。正しい開け方でないとトラップが発動する可能性があります。門の横に石碑があります。石碑に刻まれた図から見ると、門を開けるスイッチは両側にある道の中みたいです。そうか、焦って悪かった。それじゃあ二手に分かれてスイッチを探し出そう。新しい任務地はまだ分からないの？もっと強い敵はいないのね。
ィールド。ダッキーアタック。これが欲しい？あげるよ。目標ロックオン。そろそろ本気出すよ。これが欲しい？あげるよ。任務完了。今から私たちの問題を解決しよう。作戦開始。ここにも石碑が、字がある。どれどれ。ロニチュートテン。適度な休憩も必要だね。目標です。目標エリア捜索開始。ラジャー。全員同時にかかってきなさい。ラジャー大丈夫、まだ必要ない。シールド。ひねりつぶす。目標ロックオン。大丈夫。シールド。ダッキーアタック探してる？焦ることはない。すぐに再開できるよ。開始。どうやらここね。フカ、今から石碑の画像を送るわ。了解。ちょっと待ってくださいね。1年前、我が妻は最愛の精鋭長を残し、権限権を持ち、一人で旧友に入り、私友を封印した。我は愛する者の亡骸を取り戻したい。だがこの海で旧友を探し出すのは至難の業。我は諦めようと考えていた。泣ける。実家の空を思い出しちゃった。空？聞いたことのない女の人の名前ね。ブローニャ・シュラバオ・タンチ。誤解よ誤解。ソラは私が昔飼ってた猫の名前。体は白くて尻尾が金色。
今は猫の話で盛り上がってる場合じゃないでしょ。フカ、続きの内容は？この石碑に記されているのはここまでです。最後に、精鋭が進むべく道を導いてくれるって書いてあります。よし、じゃあ早速次の石碑を探そうか。新しい任務地はまだわからないの？作戦開始。これが最後の石碑だわ。画像が届きました。内容を伝えますね。残念なことに、我がここにたどり着いた時には妻の死からすでに1年が経っていた。我はその亡骸すら見つけられなかった。唯一の形見である権限権も所在が分からず、我ができるのはここに石碑を建て、彼女の偉業を語り継がせること、そして彼女の最愛なる精鋭長の彫像を彫り。それって全部？はい。でも遺体が消えたってことは、その遺体の精魂も消えているってことよね。ここまで来て無駄足だったとは。姫子、大丈夫かな。まさか彼女にもこんなにすごい落ち込む時があるなんて。そうだ、あそこの彫像が精鋭長ってやつでしょ。ちょっと調べてみようよ。彫像？石碑にも記されていたでしょ、精鋭が導いてくれるって。もしかしたら何か秘密が隠されてるかもしれないよ。ウォーミングアップってことにしてあげる。ウォーミングアップってことに。
彫像だね。この彫像は精巧に作られてるけど、ただの石のようね。精鋭が導くか。もしかしてこの精鋭の頭が向いてる方向に何か秘密があるとか。頭が向いてる方向は石壁しかないけど、まさかこの後ろに何かが隠れているの。見てくるわ。特に何もないみたい。やっと私を探しに来たか、汚れた人間ども。エネルギー反応上昇。壁が姫子少佐の崩壊エネルギーに反応しています。姫子、早く壁から離れて。これは姫子少佐、壁に吸い込まれちゃった。もし崩壊エネルギーを持つ人が触れると吸い込まれるなら、私たちもきっと入れる。早く追いかけなきゃ。新しい任務地はまだわからないの？目標ロックオン。ラジャー、装備はいつも使ってるやつがいい。シールだ。ラッキーアタック。任務完了。今から私たちの問題を解決しよう。開始。壁の裏にこんな広い場所があるなんて。でも姫子少佐は見当たらないわね。探索装置にも反応なし。仕方ない、探してみよう。まあ安心しなよ、あの姫子だよ、きっと大丈夫。そうだ、キアナ、さっきの壁の文字がちょっと気になる。あれは信州で古くから伝わる邪悪を封印するための呪文なの。ここは一体何のための場所だろう。とにかくまた何かあったらすぐ私に連絡して。了解。目標出現。最終作戦開始。
次はあなたの番です。プロニーオンライン。ああもう、ここの地形ってどうなっているの？ずっと同じ場所をぐるぐる回ってるだけじゃない。ああイライラするな。キアナ落ち着いて。あなたは頭がいいのにいつもイライラしたりしてるから実力が発揮できないのよ。テストの時も任務の時も。それって褒めてる？けなしてる？君たちが回ってるこの1時間、私は送られてきたデータを解析したんだけど、ここの地形は八家に基づいて配置されているはず。八家？古代から伝わる封印の陣よ。やはりこの洞窟の奥に何かがある。私の推測だと正門は真の意にある。つまりここの東側にあるね。正門って何よ？正門は出口って思ってればいいわ。早く向かって。作戦データ同期完了。行動を継続します。出発の時間です。これはあなたの分、あとはブロニーがもらいます。目標録音ファイヤー。はい、あっ危険だ。こらー役立たず。プロニーオンライン。やっと迷宮から抜け出せた。委員長様、いや、フカってやっぱりすごいね。ありがとうキアナ。ハッケって面白いね。あれ、ここもまた迷宮？
わかった。正門は真の意味ある。東に向かうのね。待って、動かないで。どうしたの？もう踏んじゃったけど。正門は八家の化粧によって決めているの。今度の迷宮、真の意は指紋だ。作戦データ同期完了。行動を継続します。フリーズ。時間の無駄です。捜索中。雑魚ですね。文字は確か悪を封印するだとか。剣炎剣は対崩壊武器ではないの？そんなのどうでもいいでしょ。姫子がずっと追い求めていた剣だからもらっとけばいいのよ。でも剣が空に触れることすらできないわ。周囲に精鋭の石像を3つ発見しました。ねえ、なんかあの石像たち目がちょっと光ってない？キアナちゃん、どういうこと？精鋭が導くって話でしょ。石像を調べましょう。もしかしたら何かからくりがあるのかも。今は調べるしかないわね。これがあなたの本当の計画ですか？出発の時間です。目標録音。はや。時間の無駄です。了解。
花火を見たい人はいますか？剣に操られているようです。ブローニャは危険性大と判断します。一級戦闘準備です。私は雷鳴に全ての罪を洗い流してもらいましょう。
ブローニャの探索によると、姫子少佐のバイタルサインが非常に低下しています。今すぐここから離れて治療するべきです。このままだと半日も持ちません。とりあえず一旦ここから離れよう。姫子の意識回復が優先よ。大変よ、テルさん、どうしたの？さっき観測された衛星データによると、あなたたちがいる海域でネゲントロピー部隊の信号が大量に確認されたの。ネゲントロピー部隊？彼らの目的はあなたたちの持つ権限権よ。急いで旧友から離れて。2時間後に増援部隊を連れて到着するから、それまで耐えてね。少し休みましょう。これも計画の一部です。出発の時間です。目標録画。空気から伝わってくる。油断しました。出発の時間です。イエスキャプテン。囲まれている。僕は今回の指揮を取ってるシンマール。さて、僕の時間を無駄にしないうちに権限権を渡してくれるかな。誰がゴミだって？このガキンチョ。
犬猿券を渡せば私たちを見逃してくれるの？見た通り怪我人がいるの。そんなボロい剣一本より友達の命の方が大切。誰が剣を渡せば見逃すなどと言った？ガキンチョと言ったな。お前らみたいなゴミどもは誰一人見逃さん。聞いた？メイ先輩、こういうやつはやっちゃえばいいんだよ。前方には2つの道、どっちなら逃げ切れるかな。右の通路は、どうしてキアン、メイ姉様は。もう喧嘩しないで。もう少ししっかり調べてみましょう。作戦データ同期完了。行動を継続します。出発。ライデンの攻撃、早く行きましょう。逃げられない。邪魔しないでください。出発の準備。フリーズ。あんたやだ。ライデンの攻撃、早く。了解。出発の時間です。これはあなたの分。あとはブロニーが。目標ロッカー。はや。目標エリア捜索中。タイムトゥーセイグッバイ。繋がってるなんて。さっきの争いは一体何だったのやら。はあ、疲れた。勇敢なる少女よ、封印は解き放たれた。怪物が目覚めようとしている。私の最後の力をあなたたちに託す。頼む、彼女を封印してくれ。何それ。まあ
いっか。とりあえずネゲントロピーたちから逃げよう。少し休みましょう。これも計画の一部です。出発の時間です。了解。やっと長い封印から解放された。